その住人。The next round is コメコメラウンジ。バッキュー。皆さん。Thank you.
ございます。コミットメントラウンジです。今日はですね、全国ツアー中。昨日はね、センチュリーホールで、本番は本当の人を、本当のコミットメントはやってました。その次に今日です。僕たち行ってきましたよ。その時にね、ライオンついてたんで、慌てて、アマゾンで募集して、今日の朝絶対届けば。で、もうちょっと早にしたくて、リボンつけました。ちょっと武田鉄矢風になっちゃって、歌う時に入ってきます。ちょっとやばいです。ちょっと取らさせてもらえないんですね。これね、米、石井さんが、かぶっていたライオンはとても忙しい。でも私が買ったのはちょっと優しい、忙しいライオンにしたかったんですけど、まあいいか、まあね、ちょっと大変なんですよ、もういいちょっと、誰がかぶったい買ったらまた後から私とのツーショットティケを販売しますので、なんじゃそれでいけってね。まあいいか。でですね、今日はですね、もっと大勢なんですよ、我々も。今日フォーセクション、お休みです。はい。疑ってるね。だから今日はタキちゃんに全部フォーセクションの代わりやりますからね。いっぱい踊らしますよ。期待してくださいね。で、今日はジェームスも休みです。ね、だから私が石井とジェームス同時にやります。しょうがないんですね、これはね。人手不足はここにも響いております。はい。なかなか厳しいじゃないでございます。ね。で、あと、今日はね、いつものメンバーと違うメンバーが見えますが、それは後からね、楽しみにして、紹介しますんでね。もうちょっとしたらボロがどん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 自分自身で出てくると思います。ボロじゃないね。反応されたのよ、今日まで。あれ、はいはい、次はですね、油かたくらでみんなでお祈りしながら、この楽しい時間がたくさん続けるのをお祈りしながら踊ってください。よろしくお願いします。あ、ブラカータブッド。Thank you.
ます。なかなかね、手が熱い。ちょっと、ライオンやめますけど。脱げない。ビラビラが入ってきて、ちょっと喉に絡まっちゃうんですけど。今度ね、今回のセンチュリーは私のシマウマの役だったんですけど、石井さんはライオン、そしてチーターだったバックバンドファーなんでしょう。おーいハイエナだったんですね。まあそんなような形でですね、アフリカをイメージしながらやられていたっていうシチュエーションでした。まあ、我々もちゃんとね、アニマルカラーを入れながらお会いしまして、で、今日はここに会って感じてもらいます。今度は、シュートスという曲ですが、なんと、ゆうちゃんが今回はですね、ハモってくれます。その色っぽさを十分、お楽しみください。
ゆうちゃん、ゆうちゃんでした。風神大臣大臣としか言わないんで、どっちが風神大臣だったか忘れちゃったっていうかね、すいませんね。いや、ちょうどね、ダンサーを紹介 しようと思ってます、ね、両サイド、ね、今日は風神大臣大臣ではありません。世界中のダンサーをノミネートしてやってきてまいりました。今日はニューヨークからダンサーみんな Made in USA です、ね、いろんなサイズだ、ね、じゃあ向かって左側、ね、どこから来たかと思う？みんな決めて。あ、ノルウェー、ブロードウェー、かっこいい。お、いいね。じゃあそれでいきましょう。今日はブロードウェーからやってきました。ジェニーちゃん、僕はね、韓国で売ろうとしたんですけど、ね、ちょっと焼けてるからもうちょっと南かなと思ったんですけど、今日はみんなに決めてもらおうと思ったんですね。じゃあ途中でさ、ゆうちゃんどうだと思います？中国違う、はい、今日は日清からやってきましたゆうちゃんです。こんなメンバーでも一番若いんですよ、ね、一番年齢を下げてくれてますが、ゆうちゃんどこ、あ、また間違えました。なんかわけわかんなくなってますね。ナナちゃん、はい、ナナちゃんどこだと思いますかね。緑区、やっぱり緑区、緑区どう、はい、港区、どうでしたっけ。中川区、中川区、はい、よかった。というとこから来ました、なるちゃんです。さあ、キーボードいろんな音を今日ね、豊作賞休みですから、たくさん音を出してくれます、ね、いろんなバンドでも活躍しますが、たけちゃんです、よろしくお願いします。はい、今日も夏暑い日にこうこうと照ってる、光を持っているこうちゃんです。ボイス持ってないですよ。持ってないです。あれ今日帽子が持ってる。挨拶だけさせてもらおう。はい、どうぞ。こんにちは。おい、こんにちは。ありがとうございます。また暑い、南の太陽がまたやってしまった。やってます。ありがとうございます。さあさあ、今日いつもね、僕のマントに隠れて見えない、見せれないって言ってテッちゃんに怒られてます。そんなことない、てっちゃんは日々、まあいいか。はい、てっちゃんです。ふるしまったのてっちゃん、まずはウィーディーに上がってました。すごいですね。さあ最後ですが、どこの国かというのはご想像にお任せしますけどね。ガチメン、ほとんど練習しなくてこんぐらいいきます。ほとんどギターのプロですが、バンちゃんと言います。よろしくお願いします。で、私は、まあ、よく言ってるのは、タバコ吸いは吸わないんです。ですから、ノンカールスモーキー、細めって言ってるんですが、ちょっと暑いと思ったかな？あ、ちょっと尻尾がまだ残ってます。怪しげな尻尾なんですが、これ、ちゃんとこうやってつける手が、周り、周り、細野です、よろしくお願いします。あと我々のメンバーの中で棒人形がいるんですけど、今日は4体お休みです。そのことを知らない人はまた YouTube を見て棒人形の出演を確かめてくださいね。よろしくお願いします。さあ次行きましょう。どうにも止まらねえよ。お願いします。
も止まらないでした。はい、米粉もですね、これは玉さんですよ。ね、山本リーナさん意外とカバーしていましたね。それで歌っております。この前は久保田さんいっぱい歌ってますね。石井さんもだいぶ年がされて、昨日はですね、やっぱり学校を超えて年取らないんですよね。まあ、すごく伸びがあって、やっぱり石井さんそのまま残ってるんですけど、ほとんどあの踊りは、まあ、歌に集中しながらやられているっていうところは、あ、やっぱりプロだって言って、でもこうやって聞くと口パクだったら困るんですけどね。でもね、そういう風じゃなかったんです。やっぱり石井さん本当に歌っていて、で石井さんももうライブと数年でやってるんですよ。意外と面白い。あもうねって言っていいよ、三国家の先生もね、そんなこともやっていまして、今度ワンマンライブなんかで、今度我々も寸劇を挑戦しようかと思って、ね、物語を書いてくれる面白い人がいれば、また募集していますから、よろしくお願いしたいと思いますけども、いつやの時計、12月にやります。日にち、今覚えてないんですよね。また9月9日やりますので、またメッセージ送りますね。そこで寸劇、そして皆さんで、こういう時期ですから、BGM で我々をお出しに使っていただけながら、一緒にね、忘年会でもやりませんか。そんなような、賑やかな、楽しく、おいしく、笑っとれみたいな感じでやりたいなーって考えておりますよ。またよろしくお願いします。じゃあ次はですね、日本の人口1億3000万ぐらいになってちょっと甘くなってますけども、郷ひろみの高須クリニックのもうね、あの曲が印象すぎて、ボール人形から始まってるんですが、どうしても彼の歌いたいってみんなに頼みました。ですから2億4000万の人を入れます。よろしくお願いします。
この曲なしに生きてられない。みんなが帰ることができない。やってみましょう。みんなお尻の用意はいいですか？お尻は磨いてきましたか？お尻にサポーターが入ってきましたか？一生懸命振りながらこのボトムラインを思いっきり言わせてみましょうよ。ねえ、最後に行きますぜ。シェイク、ヘイ。